ティーチャークーボー、ティーチャークーボー、はい、今回はですね、情報教材、あなたの人生は情報教材である、あなたの人生は情報教材であると、はい、要は人間の脳って最初空っぽだ。まあ久保さんがね、情報商材に救われたみたいなね、まあ、あの電波障害みたいなね、まあそのなんだろうな、まあ情報商材、情報商材っていうのは非常に悪いイメージあるじゃないですか。なので教材にしときました今回。情報教材ですね。教材。情報教材って何ありますかね。教科書。情報教材じゃないですかね。情報教材。教材じゃないですかね。教材の字って教える材料。教科書って情報教材ですよね。大丈夫ですよね。教科書に何書かれてます。情報ですよね。どうですか。小学校から中学校、高校、大学。情報教材、参考書とかね、勉強されてきたと思いますし、まあ本屋行ったらね、全部僕は情報商材だと思うんですけどね、まあ商材、いやそれを売ってる、だから本は情報商材だと思うんですよね、売られてるから。まあでも、教科書も売ってるから買ってくから、まあ、情報商材って言えるかもしれない。まあ教材にしときましょう今回は。優しく、どうですかね。もうほとんどね、情報教材で僕たちはの頭っていうのは成り立ってると思いますよ。物の基準とか物差しとか、その一生懸命勉強したものって何ですかっていう、ね、思春期、そう、情報教材じゃないですか、うん、だからその僕、要は、まあ、まとめるとね、まとめると僕たちの脳は何でできてるんですかって話です。僕たちの脳はそもそも何でできてるんですかっていう、情報の塊ですよね。そう、何が悪いのか何がいいのか、その基準っていうのも全部その情報を、今まで入ってきた情報が全てそのジャッジをしてるわけですよ。これね、前面白いテレビ番組が、あの世界、あのビートたけしさんがやってるその世界丸見えだ、世界丸見えのテレビ番組でちょっとやってたんですけど、あのあるその窃盗犯、まあ、世界的有名なのか分かんないですけど、窃盗犯家族、ファミリーっていうの、家族がいたんですね。でもめちゃめちゃすごいんですよ、高度な技術というか。でそのなんか7人ぐらいいるんですかね、いや、まあ、全部家族ですよ。でそこの親はね、親は、まあ、窃盗犯なんですよ。で子供が生まれた瞬間何を教えるのかって話で、なんかイエス・キリストの話をするんですよ。でイエス・キリストの話をして、イエス・キリストは十字架でね、釘を打たれて苦しい思いをしてたと。だけどある子供がそのなんだイエス・キリストの釘を抜いて盗んだと。でそのことによってイエス様はなんだ痛みから解放されたみたいな。だからそのね、盗むっていうことはめちゃめちゃいいことなんだよっていう風に教育されて育つんですよ。だからもうプロの窃盗犯になるわけですよ、それで。だからそれもどう教育されたかじゃないですか、どういう情報が入ったからですよね。その子たちは生まれた瞬間から親にそういう風な情報をね、頭に叩き込まれたわけですよ。盗むっていうことはすごくいいことだよ、そうやってイエス・キリスト様のね、この苦しんでた釘をね、盗んだ子がいると。でイエスさんはそこから痛みが解放されたと、ね、だから盗むっていうことは非常にいいことなんだよっていう教えなわけですよ。でその情報を頭に入ってる人は、なんだそれがいいって話です。あと狼少女みたいなのもありますよね。狼さんの情報しか入ってこないから狼みたいな生活をしたインドかな、わかります。なんで人間らしいのかっていうと、人間らしい情報が入ってるからですよ。人間なんつうのは情報の塊なんで、狼のね、生まれた瞬間周りが狼しかいなかったら狼になるんですよ、人間も。そうだ、これ有名ですよね、狼少女は結構有名だと思うんで。だ結局どんな情報入れますかって話なんですよ。で多くの人たちっていうのはその自分の人生を変えたいと思ってるのにもかかわらず、洗脳教育、奴隷教育を信じてるんですね。まあ、そもそもその歴史上で
日本が敗戦国になってでアメリカに歯向かえないようにアメリカがこうしてるわけですよっていう、まあ今はねもう時代がだいぶ変わったんであれですけど、まあそういうその歴史上の背景流れでその教育制度っていうのができて、僕たちはその奴隷ですよね、アメリカの奴隷になるような、その服従できないような、アメリカンドリームはあるんだけどジャパニーズがドリームがないっていうのはその自由にできないんですよっていう教育ですね。右前習えです、右前習えみたいな、だから言ったら聞くみたいな、奴隷ってそうじゃないですか、右前習えで、右前習えでちょっとずれてると「お君」みたいなね、そういう教育じゃないですか。だからちょっとちょっとなんか変わってるものを許さないみたいな、みんな一緒みたいな、そういう教育なんですよ。だからそこにもね気づくべきだと僕は思うんですよね。まあ、僕頭いい方じゃないんで歴史とかあんま知らないですけど、いろいろ勉強していく中であそんなことがあったんだみたいな感じで、結構ねあなるほどねみたいな、そうだ、これはねやっぱね教えてくれないんで自分で勉強するしかないですよね。でもこんな話をするとなんか日本の教育のせいが悪いみたいなね、日本の教育のせいにする人がいるんですけど、しょうがないじゃないですか、そんなせいにしても何も人生変わんないんで、自分で勉強せないんですよそんなの。そう、僕も頭悪いですけど、なんかいろいろそういうなんか知っといた方がいいなっていうことは勉強しました、勉強したというかいろいろ聞きましたけどね。あと牛乳とかもね、実はその牛乳も骨を弱らせるために、もうこれデータも出てるんですけど、その牛乳も学校に牛乳って出てたじゃん、今わかんないですよ、まあ、僕の時代なんかはもう牛乳ベターだったんで、牛乳飲んで腹下す人とかいるじゃないですか、まあ、そもそも人間に合わないわけですよ牛乳って、だって牛さんじゃないですか、牛さんですよね。そうで、牛乳のカルシウムって確かその免疫が、なんか僕はこれね聞いた話なんですけど、実際にその、看護じゃなくて、病院で働いてる人ですね、病院に働いてる人から聞いたんですけど、牛乳のカルシウムを人間が吸収するためには50年ぐらいかかると、要は免疫がつくまでね、そもそも免疫が構成されるまで そんな早くかからないよっていう。だから牛乳の血液、まあ牛さんの血液みたいなもんじゃないですか、牛さんの血液を人間の血液、そのカルシウムとして取り入れるには免疫が必要で、抗体みたいなのが必要で、それが作られるのにずっと牛乳を飲み続けてやらないと無理みたいな。だからこれはね調べれば出てきますよ、なんか牛乳を飲めば飲むほどなんか骨が弱くなるとか、まあ人それぞれですけどね、これも合う合わないがあるんで、うん、まあある人にとっては牛さんがあった、例えば肉とかもそうじゃないですか、この肉はうまいと思う人もいれば、この肉はまずいと思う人もいるじゃないですか。だからあとレバーとかもそうですよね、レバーも絶対食べられないっていう人もいれば、めっちゃ好きやねんっていう人もいるんで、だそれは人間のその人それぞれの吸収のやり方、味覚、なんかいろいろと違いがあるんで一概には言えないですけど、まあいろいろあるってことです。だからその情報、だからその牛乳は健康にいいっていう情報を僕たちはその洗脳されてきたっていうね。そう、まあ大した健康にいいわけじゃないよっていう。あれもなんか聞いた話だと、そのアメリカ軍のそのなんか喉越しがいいみたいな、もう牛乳喉越しがいいんじゃないみたいな、でもこれ飲ませとけみたい なんかそんな感じで牛乳流行らしたみたいなね。そう、なんかそんな話聞きましたけどね、信じるか信じないかはあなた次第です。だからまあ本当に人間っていうのはどんな情報を得てるかによって自分の物差しだったりとか判断基準だったりとか全部決まるんですよ。だから自分の人生を変えたいと思うんであるならば、非常識なことを学ぶべきだし、自分が非常識だなと思うことを学ぶべきだし、知らないことを学ぶべき、知るべきだし、その常識の中に答えはないんですよ。申し上げますね、常識の中に答えはないんですよ。だから牛乳は健康にいいという常識の中に、そこに実は真実はないんですよ。あります、常識の中に答えはないということです、うん、いつも何か文明が発達するときとか科学が進歩するときっていうのは非常識の中から新しいものが生まれるんですよ。だから常識の中には答えないんですよね。常識の中にはだってそこに答えがあるとするならば進展がないんですよ。新しいテクノロジーが生まれないんですよ、そもそもとして。
非常識化しが生む。だからプロジェクト X ね、この億万長者合宿の何話でも僕プロジェクト X だいぶ見ましたけど、もう全部非常識のことからしか生まれてないですからね。あと成功してる人とかも全部反対されてますから、無理だみたいな。その常識の常識のね、普通に働いてるそのね、なんか液晶作ってる会社さんでも、いや絶対無理だみたいなね。一般のその一般社員はね、ふざけんなみたいな、お金ばっ、あの研究部にめっちゃ金使ってふざけんなみたいな、儲かんねえのに何やってんだみたいな。あ、デジタルカメラのその液晶ですよ、デジタルカメラの液晶の話をしてるんですけど、そう、あの液晶をね作るのにすげえ労力がかかったんですよね。で周りから大反対ですよ。だけどそのね、もう情熱ですよ、情熱でみんなが無理だってしてることを成し得るわけですよ。みんな常識的に考えてそれは無理だろうっていうことを成し得るんですよね。だから自分が進化したい、新しい人生を送りたいということだったら、今の常識、今の会社の中の常識に答えはないし、もっと周りを見るべきです。もっとだから僕も宇宙を見たいですよね。もはや地球にとどまらず宇宙ですよ。あといろんなね、そのね、国々の文化だったりとか、国々の人々の考え方に触れたいですし、まあちょっと長くなりましたけど、はい、久保さんの動画を映します。どうぞ。おはようございます、吉谷さん。そして、ロストジェネレーション世代の皆様、前回の動画なんか雑音多かったですね。すいません、気がつきませんでした。もうすでに元の動画も消しちゃってるんで、 YouTube にある聞こえにくい動画をなんとか解読していただくしかないんですけども、あそこで私が言いたかったのは、多分ね、もう忘れたんですけど、多分情報商材がものすごく大きなパフォーマンスを生みましたってことなんですよ。だから多分ですよ、違うかもしれませんけども、私は人生が情報商材って救われたんで、その情報商材ってものがどんだけ素晴らしいものかってことは分かるんですけども、でも多くの方は情報商材の使い方を知らずに、情報商材にいわゆるですね、損を引っかぶせられてるんで、いい印象を持ってないと思うんですよ。でこれが続くと何が起こるかっていうと、自分の成功例ばっかりに依存して、自分の失敗例をすごくね避けるっていう人生が始まるんですよ。では自分の少ないその、成功事例をね繰り返して、どんな人生が得れるかっていうと、大した人生得れないんですよね。やっぱり自分の選ばなかったものの中に自分の望む人生があるわけなんですよ、実は。だから後悔をね本当にしてほしいなと思うんですよね。反省をしてほしいなとか、後悔をしてほしいなって思うのは、結局ね、あの時あれがあったから自分は良かったんだとか思うんですよね、人は。あの失敗があるから今があるんだとか思うんですよ。こんなね美しい美談にしてるから今いつまでやってもうまくいかないんで、失敗は失敗ですよ。で無駄な人生を繰り返していることをやっぱり気づかないといけないんですよ。これ気づかずに40代とか50代で入っちゃうから、もう致命傷になっちゃうんですよね。で今日っていう一日がやっぱりね、心の底から望む人生ではないってことは、今までの人生やっぱり強く否定しなくちゃいけなくて、これがやっぱり勇気を持ってできないんで、失敗を繰り返す人生が始まるのかなと思うんですよね。まあ、私はそういう意味で言ったら、もう超心配して失敗してですね、ものすごく後悔して、ものすごく反省してる部類だと思うんですよ。でもまあ昨日のね動画はすみません、全然うまくいってなかったですね。まあ吉田さんはじめロストジェネレーションの方にね、多く申し上げたと思いますけども、やっぱり自分の人生を肯定しないことかなと思いますね。自己肯定っていうのが最も愚かな行為だと思います。私はその自己肯定っていうのは死ぬ直前にすればいいんじゃないですかね。まだまだ人生先があるわけですから、これで完成したとかね、うまくいったと思わずに、まだ三下だなとか、まだ素人だなと思いながら、そういうふうな謙虚な気持ちを持って自分の人生を図っていくべきではないかなと思うんですけどね。で、まあ今日の動画のまとめなんですけども、うまくいかない人って結構ずうずうしいんではないかなと思うんですよ。その程度で慢心しているとかね、その程度で、何かを成し得たつもりでいるっていうのは、だからその最たるものが私なんですけどね。私もね、何かを成し得たわけじゃないんですけども、こんな偉そうにね喋ってる場合ではないんですよ。ですので私のこんなね偉そうな動画が必要なくなるぐらい、多くの方の皆さんのね人生を望む通りにしてほしいなと思います。さ あ、 28日例の車入りますね。ちょっといただいた情報によると、27から30日までの間 G20 の影響で大阪中心にいろいろとね非常警戒態勢が敷かれて、陸路がかなり塞がれるそうなんですよ。大手、まあ、なんですかね、大手の運送会社さん、ちょっと名前が出しにくいんですけども、大手の運送会社さんも大阪への乗り入れがかなり制限されるということで、もしかしたらね、アマゾンの通販とか楽天の通販とか、メルカリとか、他のヤフオクもそうですけども、納品が遅れるんではないかなって気がしますね。
7月の2日とか3日にはもう完全に解除されると思うんですけども、その辺もねよく考えていかないと、うん、大きなミスを犯すことになるんじゃなかろうかと思っております。それでは本日は以上です。